吉祥天像、薬師寺吉祥天像は奈良時代の吉祥天の画像で奈良県薬師寺に所蔵されている。1951年日本の国宝に指定された吉祥天女画像とも称する。国宝指定名称は麻布着色吉祥天像。サイズは53.031.7センチメートル。麻布に描かれ学装仕立てになっている。 日本の絵画は絹や紙に描かれたものが多く、麻布に描かれたものは稀であるが、小僧院宝物の菩薩像や東大寺伝来の釈迦、霊衆山説法図のような奈良時代の作品には、麻布に描かれたものがある。吉祥天像は両手を胸辺の高さに上げ、左手に尿意帽子を持ち、向かって右向きに表される。頭部に円形の後輩を表す。頭髪は曲げをゆい、 華やかな髪飾りをつける。衣は薄紅と種を主体として、家紋様を表し、藻は色変わりの縞模様、前掛けは緑地に、菱形の家紋を散らしたデザインとする。腕から垂れる田元や前掛けの左右のひれ状の飾りが、風になびく様子を繊細に表している。顔形表現や S 字型の主体など、様式的には、正当会話の影響が指摘される。 本作品は、吉祥家家会の本尊像として制作されたものと推定される。吉祥家家会とは、奈良時代に始まったもので、年の初めに、宮中や初大寺において、吉祥天像を祭り、過去の在庫を悔い改めるとともに、国家の繁栄や国民の幸せ、五国豊穣などを願って営まれたものである。俗日本記には、天平神後三年、 聖徳天皇によって、吉祥家家会が行われたことが記録されている。本画像は、明治初年までは、薬師寺の鎮樹である、旧家岡八万宮に伝来した。同八幡宮は、平安時代初期の官平年間に誕生されたもので、あるが、本画像の様式はそれより古く、薬師寺において、吉祥家家会の始められた、後期2年頃に制作されたものと推定されている。 本画像は通常は非公開で正月の吉祥家家会の際に近藤薬師さん尊像の前に安置されるほか薬師寺大宝像殿の特別会費の時などに公開されることがある。本画像を収める図紙は1920年に増田ダ殿王によって寄贈された。ありがとうございます。